どうもこばです。はい、今回も雑談していきましょう。いやー、ゴールデンウィークですね。やっと休みやん。長かったわほんま。いや、もう4月、もう4月ラスト、もう5月入ってるかな、この動画投稿する頃には。いかがお過ごしでしょうか皆さん。もしかしたら新入社員の人は今絶望してるかもしれんね。こんな仕事つらいのか、ゴールデンウィーク中にもう辞めたろう、退職代行決めたろうかなと思ってる人いるかもしれないね。なんか退職代行サービスっていう仕事最近流行ってんの知ってる？もう今激流行りしてるらしいね。時代変わったな。僕もブラック企業働いてる時はね、それぐらい使いたかったね、正直。辞めるのにもなんか引き継ぎとかめんどくさいからな。ああいうサービスって実は結構理にかなってるというか、金払うに見合うメリットあるよな。ということで、皆さん最近仕事はいかがお過ごしでしょうか。まあ小村さんね、今週、先週1週間頑張って働いてきたんですよ。なんか久しぶりにまともに1週間働いたわ。やっとゴールデンウィークやとか言ってましたけど、小村さん会社がちょっとね、いろいろあって、今年ほとんど仕事なかったんですよね。1月入って、この4月終わるまでに、もうほんまに、一桁ぐらいしか出勤してなかったんよ。ついになんか、まともに仕事ができる状況になって、先週一週間、まあ、5日間ね、月曜日から金曜日、久しぶりにフルで仕事あったんやけど、で、まあ、そのフル、その仕事終わったら、またゴールデンウィーク一週間休みっていうね。まあ、正直あんまりね、ゴールデンウィークのありがたみ僕ないんですよね。前までずっと休みやったし、一週間短いとすら思っても、だって3ヶ月、4ヶ月ずっと休みやったよね、小村さん。一週間か、短いなと思ってる。正直ね、まあ最後の休み楽しもうと思うんですけど、まあこの1週間の仕事についてちょっとね喋っていきたいんですよ今回は。まあね、本当はこの5日間の仕事も本当はなかったんよ。小村さん、職場の同僚、なんかよく話題出す T 君とか谷君とかは仕事休みなんよね。僕ら20人ぐらいのグループで仕事してんねんけど、出勤してたん、なんか班長と呼ばれてる西田さんと、僕の上司の青木さんと、僕の3人だけ3人だけ出勤やってんな。班長と上司の青木さんは、なんかもうその、位があるから、なんか事務仕事とかいろいろあると思うから、適当にいつでも仕事あるから出勤すんねんけど、他の下っ端連中は基本的に休みなんよね。仕事がないから。ただ、小村さんだけなんか呼び出されたんよ。その仕事内容はさ、仕事を教えるっていう仕事なんよね。小村さんの会社ってね、昼夜2交代っていうシステムがあるんよね。普通に毎日朝の、まあ朝から夕方まで普通に毎日働いて、それで1週間終わったら次の週は夜勤になるよね。夜ずっと働くみたいな。まあ常勤、なんていうかな、常勤と夜勤、交代交代、1週間ごとに交代交代、昼夜2交代って、これ昼夜2交代って言うかな。この昼夜2交代っていうシステムやねんけど、小村さんの働いているところ。小村さんのグループ A シフトが常勤してたら B シフトの人らが夜勤やってるって感じなんよね。僕が昼働いてて、その日の夜僕と全く同じ作業をしてる人が、僕のそのね、顔の知らない相方がいるんよね。その顔の知らない相方が最近辞めたんすよ。もうこの会社仕事なさすぎてこの会社仕事なさすぎてやばいと思って辞めてったかな、辞めてったらしくて、代わりの人がその B シフトさんに入ってきたらしいんよね。その人に仕事内容を教えてほしいっていうことで、僕はちょっとね、出勤させられたんですよね、1週間。またそんなに仕事ないから夜勤は回せないということで、まあ、常勤の人だけ出勤するっていうルールに最近なって、まあ、B シフトだけがゴールデンウィーク前1週間仕事だったんですよ。僕の仲間 A シフトのみんな休みやのに、僕と青木さんと西田さんの3人だけ出勤になったんですよね。なんで下っ端の僕もね、なんで下っ端の僕もね、この1週間出なあかんねんってさ。結構精神的にね、鬱陶しかったな、あれは。周りのみんな休んでて、なんで僕だけ出勤したんかねんって思ってさ。そう、B シフトの野口さんっていう新しい人、まあ、その、元からその会社にいた人やねんけど、まあ別のところが移動になってきて、新しく僕と同じ作業する人、野口さんっていう人にずっと作業教えてたんですよね。まあ、その、気まずいわけですよ。もうみんな、周りは B シフトの連中、全く知らん人ら、に囲まれながら僕はその野口さんに偉そうに教えてんねん、高校するんですよって。あれなぁ、結構気まずかった。で、なんかね、若い野口さんもなんかね、
まあ僕と同じ年やねんけど27言うてたな。で小村さん結構ね教育に自信ないんですよね。なんか昔雑談で1年ぐらい前かな、その時なんか新しく入ってきた50歳ぐらいのおじいちゃんが新人で入ってきて、その人に仕事を僕と同じ工程の仕事を教えてたんですよ。でそのおじいちゃん結局覚えられなくて腰悪くして辞めちゃったんやけどっていうちょっと前科があるんで、小村さん一人の人間を潰してしまったっていう前科があるんで、いやー嫌やなーって僕って優秀やからさ、優秀な人間ってさ同じレベルを、僕は普通に教えてるつもりやねんけど、ちょっと僕のレベルが高すぎて追いつけないんですよね他人って、小村さんにはまあそれで、まあ、もう心配したがったんやけど、じゃあ野口さんがめっちゃ優秀やったんよ。そう27歳野口さんめっちゃ優秀で、もうテキパキテキパキ動くんよね。あ前の50歳だいぶ外れやったやなと思ったもんここの工程もう僕にしかできんぐらい思ってたけど意外とできるなって、もう野口さんもうすんごいテキパキ動いてさ、はいはいコナさん、ああなるほどなるほどなるほどですってめっちゃ元気よく言うよね。うわー陽キャーってハキハキ喋ってテキパキ動くすげーって思いながら見てて、仕事覚えてめっちゃ早いんよ。もうこの前50歳に教えた時も2週間経っても全く覚えてくれへんたのに、わずか1日でもうほぼマスターしてたんよね。あとはスピードだけやみたいな、ミスがほとんどない、とにかくミスがほとんどないねんな。僕が初めて入った時もなんかさ部品とか落としまくってたのに、こいつ全然ミスせえへんやんっていうぐらいさすごいやるやつなんよ。すげーって、もうこれ1週間でね僕が教えて覚えられるかなと思ったけど、まあ余裕さやなと思って、結構さすが若いやつすげえって思いながら見てたよね。でまあ休憩時間とか野口さん喋ってくるんよね。小村さんなんか最近ずっと仕事なかったっすけど家ではなんかしてたんすか。うわ超明るい眩しいこの人で、休憩中その基本的に仕事中って帽子かぶってんけどさみんな、でその時は僕普通に教えてたんで、その時は僕ちょっと偉そうにしてちょっと先輩ぶって教えてたんで、そうこうするんですよって、ああうまいうまいうまいっすねって言ってたんやけどさ、帽子取った瞬間、休憩中帽子取んねんけど、帽子取った瞬間金髪やったよね野口くんが。もう僕めっちゃ一色したから怖ってなったもん。やっぱなんか金髪って怖いな、普通に怖いと思った帽子取った瞬間。はい、なんか野口くん早かったです野口くん早かったです、仕事を覚えると早いですね急に何やろ敬語やったけどさらに心まで敬語になったみたいな感じでさ、なんかね帽子取ってから 1.5 倍ぐらい多分でかくなったよ野口くん金髪見えた瞬間野口くんがでかく見えたもん、威圧感すげえんだよな怖えと思いながら。で野口さんめっちゃ喋ってくるんよ、休みとか何してんすかって、まあ家でずっと引きこもってゲームぐらいしかすることないですねって言ったら、ああまあでもそうっすよね、ずっと家にいたらゲームぐらいしかすることないですよねって言ってきて、野口さんもなんかゲームするらしいんですよね。ああ仲良くなれるかって、どんなゲームするんですかって聞いたら、最近はずっとアークやってますねって言ってきたよ。アークか、アークは仲良くなれへんかなアークを1日6時間ぐらいやってるらしい、休みの日は。すごない？オープンワールドかって、そのなんかオープンワールド好きってやっぱ多いんやな。その B シフトの人らとなんか軽く適当に何人か喋ったんやけど、まあ割となんか A シフトの僕のいつも遊んでるいつも仕事してる仲間たちはあんまりゲーム好きがいいひんねんな。で、B シフトみんなゲーム好きやったんよ。こっちの方が若干居心地いいなと思ったもん。で、でもみんな流行りのゲームが好き。まあ、それはそうか。みんな流行りのゲームが好きやった。僕ぐらいか、こんなスチームの変なゲームやってんの。なんかアークとか、あれ、FPS の、何だっけ、コールオブビューティーとか、グランドセフトオートとか。なんかちょっと陽キャ寄りやな、今思ったわ。今もって仲良きあれな、アークはちょっとどうかもしれんけど、コールオブビューティーとグラセフってゲーム好きでもなんか陽キャがそうでもないか。まあとりあえずでもオープンワールドなんよな。そこらの話でみんな盛り上がってて、僕それを横で聞いててね、休憩中その野口さんの周りに人が集まってくるにつれて、僕どん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 離れていくねんな話に別に入れへんから。
僕は初対面やしみんなとと思いながら、人がどんどんなんか野口さんとか集まってくるね、休憩中に。人が一人集まってくるたびに僕一人一人分離れていくから自然に。でもなんか盛り上がってるのをちょっと片耳澄ませながら横で半笑いでちょっと見てるみたいな状況でずっと話聞いてたんだけどさ、って思ったのがあれやね、パソコンってみんな持ってへんねんな、割と。一般人のパソコン普及率ってどうなんかな。なんかその5人ぐらいゲーム好きそうな人らが喋っててさ、パソコン持ってる人1人ぐらいやったな。で、スチームをみんな知らんねんな。スチームってもう今皆さんが見てるこのゲームも、スチームっていうパソコンで、パソコンのインターネットショップみたいなところで買ってるんやけどさ、これを知らないっていうね。ああ、聞いたことあるかもぐらいで。そんな中、唯一スチームを知ってた、その、なんだっけ、カグチ君やったっけ、カグチ君っていう人は、バニーガーデンをやってたね。バニーガーデンやってたね。彼だけは。僕はもう完全に話入れてなくて、横で耳澄ませてたんやけど、カグチ君が喋った時だけなんか雰囲気変わんねん。カグチは最近何やってんの?って、なんか野口さんが誰か聞いたらさ、ああ、俺バニーガーデンっすよって。いたーって思ったもん。オタク一人いたーって。カグチ君とちょっと話したいって思ったからね。何バニーガーデン何って、そのまでスマホ取り出して YouTube 開き出してさ、いやもう配信界隈でも最近流行ってるんですよってこれ。じゃあもう見た瞬間みんな爆笑。みんな爆笑。こんなんやってんのって、絶対クソゲーやんって。めっちゃ盛り上がってんな。いや、かぐちくんだけめっちゃ真剣やねん。いや、これほんまね、今熱いんですよって。やってみたらもうなんか楽しくて、もうこれが癒やし言ってた。で、そっからなんか好きな配信者の話とかめっちゃかぐちくん語り始めんねんな。いや、VTuber とか皆さん知らないでしょ ?VTuber、僕、ウイママっていうのが好きなんですよって。うわ、ウイママって言い方がもうすごい。そっち側の人間がいるって、僕以上に入っとるやつがいる VTuber の世界にって思って。かぐち君、僕じゃ話言ってくれへんかなと思いながら、チラチラ見てたけどね、かぐち君は結局僕喋ってくれなかったね。で、みんなが散ってた後に、まだね、野口さんとは僕、教育とのペアやからさ、野口さんとよく喋る機会が多かったんやけど、いや、だから最近バニーガーデンって貼ってるらしいですねって。ああ、僕もなんか知ってますよって。うん、やってるとは言わへんだけど。コマさんやってるとは言わへんだけど、あれ、オタク向けのあれっすよねって。ちょっとなんか、噂では知ってますよ。思いっきり嘘ついて、なんか、あ噂ではそういうの貼ってますよね。ははみたいな。コマさん、なんか、あれ、パソコンゲームやってるって言ったじゃないですか。なんか、おすすめのゲームとかなんかあるんすかって言われて。まあ、コマさんは、しっかりサンナビをおすすめしといたんやけど。まあまあまあ、感触悪かったね。どんなゲームなんですかって言われて、いやもう 2D のアクションゲームなんですけど、もう 2D って言った瞬間、あ、なんか僕はいいかな、みたいな雰囲気めっちゃ出てた。2D ってあかんねんな、やっぱ。最近の、そのオープンワールドをやってるような人らには、2D って単語が出た瞬間、あのなんか、横向きのやつっすよねって言われて、あ、そうなんですよ、ドットのやつって。僕はもう 2D ドットって言われたら僕はワクワクすんねんけど、ちょっと野口さん、あんまりワクワクしてんだ。あ、これまずいと思って、スッて引いてったんやけど。最近の中じゃあ僕はあれ一番でしたねって言いながら、スッて話引いてね、そっからあんまり話跳ねえんだんやけどさ。ああ。じゃあ、レッドシーズプロファイル進めるかって。じゃあ、レッドシーズ行くしかないかって。すんごいタイミング見計らってた。どのタイミングで進めるかって。レッドシーズは、まあ割と進めやすい。歌い文句があるから。世界で最も賛否両論やったゲームあるんすよって言ったら、ちょっと興味持ってもらえるやん。それをどのタイミングで言うかって思ってて。でも、実際プレイしたら、なんかひどいことありそうやから。っていうことを考えてしまって、なかなか言い出せんっていうな。って様子伺ってたら結局言えなかったね。まあとにかく野口さんはアークの話ばっかしてた。アークってストーリー実はあるんやね。アークってなんかさ、無人島に漂流した人らが家とか作って、最初はコンボとかだけを、なんか近代機器、銃とかいっぱい作って、なんかとにかく自由にできるぜっていうゲームやと僕思ったんやけどさ、あれって、現代に戻るのが目的やねんな。知らんかったんやけど。エンディングがあるらしいで。どうやら。
野口さんがなんかそんなこと言ってた。あ、そんなストーリーあったんすねって、ね、あ、そうなんすよって、まあ、結局昨日は6時間ぐらいずっと家作ってたんですけどねって言われて、あ、じゃあいいわって6時間家作り続けるのはちょっとって思ったね。昔うさらびさんと2人でアークやった時はね、うさらびさんずっと恐竜飼ってて僕は1人でずっと家作ってたけど、もうそれでは来たな僕たちのアークは木の板で家作るのとコンボで恐竜狩ることしかできんだもん。でほんまに野口さん覚えるの早かったよな。いやもう僕横で見てるだけになったんよ。その月曜日から金曜日までに教育してって言われたんやけど、もう火曜日2日が終わった時点でもう僕ずっと横で見てるだけだったよね。もうミスもせえへんし、アドバイスももうね相当細かいところぐらいしか、でもそんな細かいところね、まだこの2日始めたばっかの段階でそんな細かいところぐちぐち言うのもなーと思いながら横でぼーっと見てたよ。暇やなーと思いながら、ほんま暇やったよねたまに野口さんが遅れてしまって僕がサポートで入るぐらい、30分に5分ぐらいしか僕動いてへんみたいな感じで、もう立つのだるーと思いながらずっと横で見てたんよ。その状況を見かねたその上司の西田さんが、小村もう教えることないんかって言われて、ああもうなんか完璧っすね野口さん、めっちゃ教えるの、覚えるの早いっすわ言ってたら、そっかじゃあもう小村ええかって、今週もう休みでええかってつぶやき始めたんよ。すんごいその時小村さん目輝かせてたから、マジっすかってちょっと口は、ね、マスクしてたからバレへんだけどにやけてたね。来た、これは来たぞと思って、まあちょっと B シフトの上司に確認して、まあそれで小村はもう別にええって言われたら、まあ明日から休んでいいぞって言われて、おっしゃもうこれは絶対僕いらん、僕だって横で見てるだけやもんって言われたからじゃあその西田さんね、うちの A シフトのボスが B シフトのボスにちょっと相談しに行ったよね。頼むぞ西田さん、うまいこと言いくるめてくれよと思いながら、で戻ってきたら、すまん小村うわって、もう一言目からすまんって言われたらもうあかんわって言われてあかんわって思って明日もう一回出てきてくれ、水曜日もう一回出てきてくれ、あ明日水曜日のなんかその水曜日に出来を見るからって、野口くんの出来を 見て、それでよかったら木銀はまあ来なくていいようにするからって言われて、あまあでもそれでも1週間予定やったんが木金休みになるから、わかりました全然僕行きますよって言いながらね、休みたいってめっちゃ思ったけど休みたいってめっちゃ思ったけど、まあまあでもこの野口さんの様子見たら、まああと水曜出るだけでええんかなって思って、次の日出勤、野口さんミスしまくる野口さん体力の限界が来たこのね、小村さんと野口さんが入ってる工程、この僕の職場内で一番忙しい言われてるんよね。野口さんもずっと文句言うてるんよ、なんかもうマジこれ辛いっすわって、こんなんもう人のやる仕事じゃないっすよって、もう周りの先輩方もなんかめっちゃうんうん言うてるんよね。もう常になんか小走りで動かなあかんみたいな仕事内容で、もうなんか小走りもできん、もう歩くことしかできんわって言うから、もうめっちゃだるそうにしてるよね野口さん。その状態でもう遅れるし、部品は落としまくるし、ミスしまくってしまって、あれって昨日まで割と絶好調聞いてたけど確認してみたらそんなやんみたいな雰囲気になって、すまん小村、明日もちょっともう一日来てくれるかって言われて、まあ木曜日出勤決まってしまって、マジかと思って、野口さん何やってんすかって野口さんもう普通に僕野口さんに文句言ってたもん、野口さん何やってるんすかって、野口さんのせいで僕明日また出勤すよってすいません小村さん、いやほんまはなんか僕のためにこの1週間出勤になってましたって、ほんま申し訳ないっすってね、野口さんもずっと言ってくれんねんけど、野口さんも頑張って、野口さんもそう言ってくれてんねんけど、9割方僕横で見てるだけやからさ、マジで暇やねん。仕事があるならまだええで横で立ってるだけやねんな。で次の日の木曜日、もう次の日の木曜日はもう午前中に僕めっちゃもう教えたんよ野口さんに。その日の昼に野口さんの動きチェックされて、それでよかったら金曜日休みになんねんな。だからもう木曜日の朝野口さんにもう全部教えた僕のノウハウを。その上司の見てへん時はこここうやったら楽やから、本来やったらあかんけど、ここら辺とかも特に確認とかされへんから全然ね、上司がその周りにいなかったらこういうこともした方が早くなるし楽やでって全部教えたよね。あマジっすか、
さすがもうベテランっすね小原さんとか言われながら、僕もちょっとそれでいい気になりながら、ちょっと気分良くなりながら教えて、もう全て教えて、もう少しでも楽になる方法、少しでも早くなる方法、少しでも部品を落とさない方法、悪いこともいいことも全部教えて、完全に僕のコピーを作り出したよね。小原の口を作り出して、で昼一上司たちもいろいろ確認してきて、ああもうこれ一人大丈夫やなみたいな雰囲気になったよね。でまあその日の昼の3時ぐらいかな、野口さんもなんか最後に小原さん別れの挨拶もしてくれたよ。まあなんかこの1週間ね、月曜から木曜まで小原さん教えてくださいありがとうございましたって、いやほんまなんか、いやこんな仕事をね何年も続けてる小原さんマジすごいっすよって、僕もうなんかすぐ辞めたいっすもんとか言われたから、でもなんか小原さんのやりやすいやり方とか教えてくれてほんまなんか助かりましたって。いやでも野口さんもめちゃくちゃ仕事を覚えるの早いからね、僕も楽でしたよって、もう逆にもう楽すぎて暇でしたもんとか言いながら、最後ちょっといい感じになってね、まあもうこれで会うことないよね。僕 A シフト、野口さん B シフトやから、お互いどっかに移動とかならへん限りはもう会うこともないねんな。いやほんまにありがとうございましたって。ゴールデンウィーク中で暇やったらアークとかしませんって言われて、やりませんってそれはやりませんって、アークはちょっとって言って、それで最後笑って別れたんよね。じゃあ本当にありがとうございましたって言って、また頑張ってください、お互い頑張りましょうって言って終わって、僕最後に上司に報告しに行ったんよ。もう野口さん完璧ですよっていうのと、出勤退勤記録書いて、明日もう休んでいいんですよねって上司に確認しに行ったら、上司がもう帰っててわからなくなったっていう上司がもう先に帰ってたから、僕は金曜日出勤しなあかんのか、もうほんまに出勤せんでいいのかよくわからなくなってね、よくわからへんから出勤したよくわからへんから金曜日出勤しました。小原さんはめっちゃ野口さんと気まずかったもん。あんだけ最後の別れやでみたいな雰囲気出してたのに、って、いますやん言われたもん。なんか僕もなんかいます言うたもん。くそ、西田さん完全忘れてた僕のこと。班長で西田さん会議かなんかでちょっと早めに会社出ちゃったんよね。でその会議で忙しかったか知らんけど、それで僕の存在完全忘れてて、次の日僕が出勤した時に、ああすまん忘れたって、でももう来たからには仕事するやろ言われてほんまに金曜日はほんまに立ってるだけやったね。ほぼ野口さんも完璧やし、ずっと後ろで腕組んで、なんかねずっと立ってると足痛いから、ずっと上下になんかね軽くスクワットしてるみたいな感じで立ってるだけやったもん。しんどかったわ。なんか作業終わった後、ちょっと野口さんも上司に呼ばれたからね、野口さんに対して挨拶もできずに昨日あんだけ深々と別れの挨拶したのに、最後の最後、あちょっと上司呼ばれたんで行ってきますって言って、それでお別れなんよねそれで別れちゃったよね野口さん、あれが最後かこれが最後かと思いながらね、今日こうへんたらよかったってずっと思いながら金曜日はずっと立ってましたっていう小村さん、ゴールデンウィーク前の1週間でした。しんどかったです。まあまあゴールデンウィーク入っても、まあ、こんなねスーパーマーケット店員として今頑張ってんけどね。ちなみにこれは皆さん後取りです後取りです。今回ちょっとゲームしながら雑談する元気がなんかなくて、ちょっと足が痛くてさ、ごめんな、今日の小村さんトークさえなかったかもしれない。なんか足痛くて喋る元気がないんよ今。僕の目の前では真っ暗な画面で喋ってるだけやねんな。今皆さんが見てる絵は後撮りなんで、そのつもりでこのスーパーマーケットシミュレーターあれやね、なんか最初やった時はなんでこんなゲーム流行ってんやろって思ったけど、徐々にできること増えていくのが単純に楽しいな。まあよくあるゲームちゃよくあるゲームかもしれんけど、なんか思ってみたよりやってみたら楽しい感結構あるから、まあ流行る理由もわかるね。これでどんどん店もでかくなるんやろ。いやまあしばらく雑談動画はこの映像を流しながら、まあ、いつかでかくなるのをみんなで見守っていけたらいいなと思ってます。はい、今僕は真っ暗な画面で喋ってんねんけど、ということでありがとうございました。ゴールデンウィーク楽しみましょう。バイバーイ。